皆さんこんにちは、浜井のけもちです。本日ご紹介いたしますのはこちら、純チタン製のメガネフレームを世界で初めて手掛けたチタノスとファクトリー900とのコラボレーションモデルのベーシックモデル MF004 というスクエアフレームを本日はご紹介したいと思います。ベーシックなスクエアフレーム、そして、003番同様に立体感のあるこのブリッジとこの鎧の組み合わせ、そして横から見た際に4ミリの、強度リムを組み合わせたというスクエアフレームに仕上がったアイテムになっております。前回ご紹介しました MF003 も非常に使い勝手のいいアイテムだったんですけれども、同様にスクエアフレームでかっこよく目元をキリッとしたフレームに仕上がっているというのがこの MF004 になります。実際にかけたところもご覧いただきたいと思います。かける前にまずこの手で持っている01番カラーの、紹介からなんですけれども、アンティークゴールド系のフレームなんですけれども、前作のボストンフレームの01番カラーよりも少し色味を抑えたグレーがかったアンティークゴールドになっているというフレームになっています。実際にかけてみますとこのような印象を作り出すアイテムになっております。ほぼほぼ本当真四角のようなレンズシェイプなんですけれども、どこか斬新さも感じさせるようなフレームに感じられるアイテムになっております。こういうスクエア系フレームのメタルってやもするとちょっとボテッとしたやぼったい雰囲気が出やすかったりするんですけれども、この正面からはすっきりとした印象でこの強度リムならではのこの奥行きを観察する仕上がり、そしてアンティーク調のカラーではあるんですけれども、このブリッジのこういったところはですね、グレーのメタリックグレーで仕上がっているということもありまして、この色の濃淡も角度が変わることによってお顔の表情、雰囲気を少し変化させるというような仕上がりになっているというのもこのフレームの魅力になるかと思います。視界も広いですし、このサイズ感、そして純チタンフレームならではの掛け心地と程よいホールド感というのは非常に使い勝手のいいアイテムになります。かなりヘビーユース使っていただけるアイテムに仕上がっているんじゃないでしょうか。ここ最近ではなかなか見かけない使い勝手のいいキリッとしたかっこいいスクエアフィルムに仕上がってるんじゃないでしょうか。他からもご覧いただきたいと思います。こちらの方は02カラーのアンティークシルバーですね。 MF003 に使われていた02番カラーと、全く同じカラーになっております。シルバー系のやや白さを感じさせるかなというアンティークシルバーなんですけれども、やはりこういうところに濃淡がありますので、かけた時にも目元を引き締めるような、どこかクールな様相、知的な雰囲気も作り出すアイテムに仕上がっているかと思います。なかなかかっこいいスクエアフレームになるんじゃないでしょうか。使い勝手のいいバランスに仕上がっているというのもこの02カラーの魅力になると思います。そしてこちらの方は、アンティークブラウンですね。このメタリックな質感、どこかカッパー系のような印象にもなりながら落ち着きを感じさせるカラーになっております。かけてみますと肌なじみのいいお色、肌が焼けてるちょっと褐色な方がかけていただくと少し深みを増すような雰囲気も出ると思いますので、こういったブラウン系カラーを好きな方にとても魅力的に感じていただけるんじゃないでしょうか。このお色味も落ち着きを感じさせるような仕上がり、なかなかかっこいいお色になるかと思います。ブラウン系のフレーム、お好きな方、そして普段ブラウンをあまり身につけてないという方でもぜひ試していただきたいカラーに仕上がっております。そしてこちらの方は先ほどの02カラーにすごく似ているんですけれども、ガンメタ系のグレーのアンティークグレーといえばいいんでしょうか。少し深みのあるお色に仕上がっているという04番カラーになっております。こちらの方もかけますと目元をキリッと引き締めつつも、なんて言えばいいんでしょう、光沢とこの梨地で仕上がった部分、ちょっと角度が変わることによってこのキラキラと光るところも少し見え隠れするという、渋い色合いになっております。なかなかかっこいいお色に仕上がってるんじゃないでしょうか。本日ご紹介させていただきましたのは、純チタンフレームを世界で最初に手掛けたチタノスとファクトリー900とのコラボモデルのスクエアフレームになります。ベーシックモデルの MF004、 ぜひ楽しみながらお選びください。どうぞよろしくお願いいたします。本日は以上です。